関西大の宮本勝弘名誉教授は20日、日本時間21日、ドジャースに加入した大谷翔平投手の経済効果を試算。約865億1999万円の経済効果を作り出すと発表した。画像、土軍美人妻の中でも、ひときわ輝くマミコ夫人か、かわいい。大谷は昨年12月に10年7億ドル、約1095億円。 で、ドジャースに加入。今月20日、同21日の試合前の時点で打率点353、13本塁打、33打点、オプス1.081の成績をマークしている。4月以降、ドジャースには日系企業のスポンサーが殺到。同日もたこ焼き大手、築地銀だこと複数年契約を結んだと発表していた。同教授によると、昨年、 阪神が日本一に輝いたことによる経済効果は約872億2114万円。優勝による経済効果は、阪神の約70数名の選手全員で作り出したものであったが、大谷選手はたった一人でその額に匹敵すると言及した。エンゼルス在籍時の2023年の経済効果は約504億円。ドジャース加入で約点七倍となった。これは、 ドジャースが人気球団で観客動員数が MLB1 位であること、米国のインフレとドル高、円安が進んでいることも理由として挙げられている。